謎の生物がいますね。フィルターの裏に隠れています。エビのような見た目をしています。そう、こちらはシャコです。英語ではマンティスシュリンプ、カマキリエビと呼ばれています。こちらはその中でもモンハナシャコという種類です。まるで花のような鮮やかな色をしていますね。平べったいエビのような見た目をしていますが、こちらの頭の方を見るとエビとは少し違う変わった見た目をしていますね。大きな目が2つあり、まるでカマキリのような大きな足があります。正面から見ると虫の複眼のような目をくるくると回して周りを見ていますね。回してる回してる、変わった目をしていますね。実はこのモンハナシャコ、かなり特殊な目をしており、人間が確認することのできない紫外線や赤外線を見ることができると考えられています。そして一番特徴的なのがこのカマキリの鎌のような大きな足です。カマキリの鎌のような曲がった足があります。これは虎脚と呼ばれる足で、餌を食べる時に使われます。そして面白いのがこのモンハナシャコ、この虎脚を使ってとんでもなく強いパンチを繰り出します。どれくらい強いのかというと、時速80キロのスピードで殴り、ガラスの水槽を割ったり、人間の指の骨を折ってしまうほどの威力があります。餌の貝やカニを食べるときにこのパンチで硬い殻を簡単に叩き割ります。お、体を足で掃除していますね。ちなみにこれだけ強いパンチを出せる原理はこのデコピンと同じです。パワーを貯めて足にある留め金を外します。というわけで今回はこの最強のパンチを持つモンハナシャコに実際に餌を与えてどのようにパンチをするのか観察します。こちらを用意しました。シジミです。貝を叩き割ることができると言われているので、試しにこのまま与えてみます。ちなみに指で潰そうとしても硬いので割ることはできません。ほら、シャコは貝の存在に気づいていませんね。貝が降ってきて驚いているのか、シジミを捕まえる様子はありません。さあ、気づくでしょうか。お、お、お、貝を捕まえてパンチしました。とても大きな衝撃音が鳴り響きましたね。殴ってる殴ってる。殴った後は休憩しています。お、お、ついに貝を割りましたね。割ってる割ってる。シジミが完全に割れました。割れた隙間から食べていますね。食べてる食べてる。とんでもない威力です。シジミの殻は完全に割れて中身がむき出しになりました。シジミの貝殻が散らばっています。むき出しになったシジミを食べていますね。殴ってる殴ってる。自分が納得するまで殴っていますね。
しじみの中身を食べ尽くしました。とんでもない威力です。このシャコ、大きさが最大になると小さな拳銃と同じレベルのパンチ力が出ると言われています。そしてこのシャコのパンチ、もう一つ面白い秘密があります。水の中だととんでもなく強いパンチですが、なんと水から上げて空気中で放つと威力が10分の1になります。どうやらこのパンチ、水から出された時のことは想定されておらず、感覚が狂って強いパンチを出せなくなると考えられています。それでは実際に水槽から出して本当にパンチが弱くなっているのか観察します。それではまずはこの自分の手のひらに当ててみましょう。水中でしじみを割った時のような破壊力はありません。パンチの威力はバッタの切りレベルに下がるそうなので、こちらの餌用のゴキブリに当てます。ほら、本当にバッタのジャンプ力レベルしかありません。